はい、こんにちは、こんばんは、みちゃと申します。バルヘイムのゲーム実況を続きやっていきたいと思います。前回ですね、イノシシをたくさん倒そうかなと思って、えっ、ー、と、いろいろとね、えー、活動しておりましたが、なかなか倒せなかったのでね、えー、と実況外で倒しておりました。えー、で、皮がね、結構手に入ったので、まあ弓を作って、その弓を使ってね、鹿狩りをして、 まあ、先へ先へちょっと進ませていこうかなと思います。で、現状院がね、拠点こんな感じになってます。まあ別に家はね、改良してるわけじゃなくて、中はまあ、ごちゃごちゃついておりますが、まあちょっとね、時間かけて家変えていきたいですね。で、そのために、あ、これちょ、調理設備、ょっとこう。あ、焦げた。<laughs> はい。えーと、ここですね。もうめっちゃ、めっちゃ木集めた。いつかの大建築のためにね、 木をねちょくちょく集めておりますはいといった感じで、えー、と続きをねやっていきたいと思います炭になっちゃったな燃やしすぎたもう一回焼こうでえっ、ー、となんだっけ皮そうそう皮をねたくさん集めたのであお手持ちに持ってたわ皮20枚で作業台で弓をね作りたいので あ、盾も作れるんかなるほどねまあとりあえず粗雑な弓を作りましょうこれを一つ今なんかできたなこのタイミングで行かないと焦げるまぜ混ぜほいほい焼い,いたイノシシ肉ゲットこれちょっとたくさん作っとこうかなでえー、っと 修理しつつ。盾。作りたいな。木の盾。木の盾作るか。樹脂。これで作れるかな。あ、これ作れる。木の盾を作る。ナイス。で、あと、矢がたくさんいるな。矢作ろう。お。こんなもんあればいいか一旦。 やばい。この、この家狭すぎ。<laughs> よいしょ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと焼きつつ、作業進ませよう。で、えーと、盾持って、矢持って、これ、あ、これ火打ち石の矢か。なるほどな。どっちでもいいな。火の矢でいっか。火打ち石、火打ち石の矢は、 作れないのかまだ。火打ち石の槍。あ、槍も作れる。え、槍の方がいいのかな攻撃が、差しが20。現状、今、コンボでしか戦ってない。よいしょ、とっととったいとと。うーん、ま、いっか。いや、槍も作ろっか。槍作りたいな。えーっと、何がいる槍は、火打ち石がいる。 火打,ち石火打ち石も集まってるよいしょ槍オッケー作っちゃおう完璧でえー、とコンボはこう叩きが12槍は差し20かじゃあまあ槍で戦たかっかなコンボはつけるで あとはまあ適当に保存まだ革が残っているからズボンとかも作れんあ作れる作れるズボンよしオッケーこれ履いてオッケーお服服着た服よしよしよしオッケー さてじゃあいろいろとさっそくねえー、っと戦っていこうかなしかなんだ知らせがあるなんですかおおちっちゃいちっちゃいちっちゃいめちゃくちゃちっちゃい文字がなんて書いてあるんだろうまあ、いっか「服を作った」って書いてあるなえー、っとなんかないのかまあ、いっか でもとりあえず、えっ、ー、と、鹿を倒しに行きましょう。鹿狩りだ、鹿狩り。どこにいいかな。よいしょ。あ、おったおったおった。あれ倒そう。さあ、弓矢。倒せるかな。絞って。あ、ばれ、ばれた。うそーん。ば <laughs> れるんかーい。逃げるな。あ、ここにもいる。おや。 いやお、これ。こりゃ、ナイス。<laughs> いや、もうこれ別に。殴ってもよかったのでは。<laughs> まあ、いやいや。とりあえず取れた、取れた。あ、で、鹿のトロフィーを手に入ったね。ナイスナイス。あ、ちょっとガンガン仕掛か,かりしていきましょう。お、なんだあれ。死にだエリート。うえ。え、かっ。え、かっえ、当たってない。うい当たった。うい た<い>めっちゃ逃げるそらそうか <laughs> あなんだこれルーンストーンうわちっこいちっこい文字が文字がちっこいさあの鹿倒したいな逃げんな逃げんなあ出る外した オッケーナイスーいいねー。ゲッチゲッチゲチゲチ。ゲッチゲッチ。さてさて。この鹿の鹿川も結構集めたいからね。倒していきたいね。そういえば、最初さ、ここに来た時に何にも見てなかった気がする。ちょっとね、鹿狩りの後の次の目的をちょっと。 ここで把握したいんだよね。これ、これ、これ。で、これがロケーション、これ。ベグ・ビシル・エイクスリュロケーション登録。ここに次、倒さないといけないボスがいるので、ここをとりあえずね、チェック入れた、入れて、ここまでまた行かんといけないね。うん。まあ、行ってみてもいいけども。来い。 でさて、とりあえずね、ちょっと次のボスのところまで行ってみて、何が必要かだけちょっと把握しようかな。あ、この辺だね。ここ、ここ。よいしょ。は、なんだムギンさん。ヒーセしよう。見捨てられししもの一のつを召喚する場所を見つけたら、祭壇に正しい供物を捧げると呼び出すことができる。ただし気をつけろ。見捨てられる ものがたやすく枯れる相手ではない戦いに挑む前に強い武器を作り最上の防具を身につけ栄養のあるものを食べておくのだなるほどねでえー、さあ神秘の祭壇アイテム捧げるってあるね彼の親族を枯れそれだけかこれさもうトロフィー1個で召喚できるのかな気になるな何個いるんだか分かんないんだよね 近くに鹿がいて倒して鹿のトロフィー手に入ったら置いて戦ってもいいんだけどなじゃあ旦持ってくるか持ってこようと思ったけど近くで鹿枯れてあのトロフィー手に入ったからちょっと置いてこよう <laughs> どうなんだろうこれできちゃったら戦うことになるけどまあまあいいだろうほいあもう1個いるじゃあ2つなんだねなるほどね了解じゃあ持ってこよう 持ってこいよう持ってこいようさてさてえー、行って帰るだけでめちゃくちゃ時間かかったけどえっ、ー、とちゃんとトロフィー持ってきましたえ一、ー、回ね戦ってみてまあ負けたら負けたでまたねちょっと装備とか整えてからあそんえー、戦っていこうかなと思いますじゃあまあ頑張ってみようかよしえっ、ー、と捧げ物を捧げるきたほいほいよ どこになにどこだデータエイクスリューでっかいイノシシほいとりあえずほいおおすごい頑張れーこっち来んなうう離れるほいほい ほいほい逃げるスタミナ管理こっちにしてもいいかもな誘致しないやほっおおよいしょほっほっ逃げる逃げるやめてやめて うえ怖,怖い。怖い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 。一回ダメージ食らって、どれぐらい食らうかでだいぶ変わるんだけどな。これはやばいね。<laughs> よいしょ。よいしょ。いやでもでも聞いてる聞いてる。いやもう弓矢で頑張るしかない。おい、い 最大溜メで当てた方がでっかいダメで与えれるな最大溜メで当ててく離れたい痛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 いあんまり正面に入れんなこれ高所取れ高所ほっ OK やめてこないで 来ないで痛い <laughs> 痛いからいやでもあとちょいあとちょいほいよいしょ下がりたいいーあとちょいあとちょいあ痛い痛い,たいた頑張れいや長っ なんかお,れこれお前うまいなお前邪魔だよいしょほっほっあたしあたしいいぞ最大まで貯めて打つやばいはまるよいしょあたしあたしあたし勝てる勝てるあいやうおー危ない危ない よいしょまたといだおぉやめておいしょ倒したやった来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 たそうこここ,こや,、ま、やめてやめろってやめろってやめろって、OK、倒したやったなんだこれエイクスリアのトルフィーゲッチュもういろいろといろいろと手に入った新しい学生レシピで 選手を祝福しよう見捨てられし者のトロフィーを手に犠牲の意師に戻るのだ犠牲としてえ捧げれば神々を微笑んでくれることだろうということでちょっと戻ろうかはいなんか帰ってくる途中にめちゃくちゃ雨降ってきた <laughs> <laughs> でさっきねえっ、ー、とツルハ橋をね作りましたえっ、ー、とこれこれが戦利品ふぎんさんに話しかけるツルハ橋を作った黒い森にはか、えー、と多くの鉱物がある 地面には銅があり海岸では鈴の連なりが見つかるだろうさって地面を掘るのだということで次の目的を教えてくれましたね鉱石集めでえー、っと先ほど手に入れたこのエイクス流のトロフィーの方を犠牲の石の方に飾りましょうか鹿の文様どれだろうかこいつかこれにえー、っとこれにこいつをねあれ使えない 犠牲の石に使えなかったあれなんでああ犠牲の石を読むで選択してたかこれかこれトロフィ、えーえっとアイテムを取り付けるはいできたで何力を発動させましょう走りとジャンプの能力が上がるらしいです発動うえー危険選手よう あなたはエイクスリュの力を授けられた必要な時に使うといい次の目標は黒い森にあるそこに行き辺りを探索し失われた宝と資源を見つけるのだ長老が待っておるなるほどえー、っと能力の使い方ってどうするんだろう設定 F だ F わこれでえー、っと効果が 走りとジャンプの能力が上がる。ジャンプスタミナ使用マイナス60%。走りスタミナ使用がマイナス60%。が、えっ、ー、と、一応、5分間ですね。使うと。で、えっ、ー、と、使用後20分後で、20分後にまた再使用できると。これいいね。ずっと走って出られる。はい。といった感じで、今回はね、この辺で。 えっと、ね、一旦動画は閉めようかなと思いますつるはしってあれおや相かて,ておやあそうそう掘れるんだよねそうそうそうこれをねやってちょっと整地も進ませていきたいですねほい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 ,ほいまあ石集めもねこれででき,できるということで まあガンガン整地してちょっと作りたいもの作っていきましょうということでえー、っとバルヘイムのゲーム実況コンパートこれで終わりたいと思いますまたね次回のパートでお会いしましょうお疲れ様でしたバイバイ